おどそく。大変じゃ大変じゃ。大王、どうしましたか？暇で暇でしょうがないんじゃ。そうですね。最近は亀の甲羅を火に炙って割れ方で占うのが流行っているそうですよ。それはちょっと他にないのか。隣の国では古墳を作るのが流行っていますね。古墳ってなんじゃ？古墳は土を高く盛り上げた墓で、その大きさが統治者の偉大さを表すそうです。それじゃあ古墳を作るんじゃ？ダメです。なんで？大王の無茶ぶりでみんな辞めてしまい、労働力が私と大王と倉庫を荒らしていたネズミしかいません。いやじゃ、いやじゃ、古墳作るんじゃ。なんだこいつ。しょうがないですね。代わりにこれで作りましょうか。古墳、古墳ってなんじゃ？これはゲームマーケット2022秋に発売された3人から4人でわずか5分で遊べるハイスピード古墳バトルゲームです。ほほう、面白そうじゃな。遊び方はとっても簡単。まずはボードを用意して、埴輪を古墳カウンターの0に、各プレイヤーの得点コマを左上に置きます。次に1から4の古墳を各プレイヤーに渡します。僕もやるんでちゅね。そして資材カードを山札にして全員に3枚ずつ配れば準備完了です。準備ができたらゲームの開始です。札には常に資材カードが3枚あるので、その数字に書かれた古墳を場に置くことができます。例えば4のカードを使うなら4の古墳が置けるといった感じですね。これを時計回りで繰り返すのですが、4の古墳を使っているときに4の資材は使えません。古墳の数字は1枚ずつしかないしの。また古墳は小さい数字なら重ねることができるので、大きい古墳しかないなら他の建設場を使いましょう。ほほう、3から置いても良いのだな。もちろん2や1から置いても良いですし、3人で遊ぶ場合は2つまで建設場が使えます。1を置いたら古墳が完成かの？その通りです。建設場に1が置かれるか、1巡の間に古墳が重ねられなければその古墳は完成になります。古墳が完成したら埴輪を1つ進め、貢献度によって得点を得ることができます。わしが完成させても他の人も得点がもらえるのか。例えばこの場合、黒のプレイヤーが4段の古墳を完成させたので、黒の駒を10点分移動させます。次に積んだ古墳の数字を合計し、合計点数が高い順に5点と2点がもらえます。まずは黒の古墳の数字を合わせると 3+1 で貢献度4、次に緑が4の古墳1つで、こちらも貢献度4じゃな。赤は貢献度2ですが、この場合は黒と緑が同点1位で5点ずつ、赤は3位になるので加点なしにしましょうか。黒は一気に15点とはすごいの。完成に使った古墳はプレイヤーに戻して、完成させたプレイヤー以外にイベントカードを渡します。これは何じゃ？一発逆転も狙える強力なカードになります。なるほど、古墳を完成させると得点が高いが、有利なカードが相手に行くのは悩ましいの。この手順を繰り返して古墳を6個作った時に一番得点が高いプレイヤーが優勝ですね。よし、負けないぞ。これで6個目の古墳が完成でちゅね。ぐぬぬ、わしの古墳の上に誰も置かぬから、1段0点の古墳で終わってしまったではないか。1段目が2は無謀でちゅよ。貢献ポイントはもらえるのでいいじゃないですか。それでどうなったんじゃ？大王が19点、僕が24点、ネズミが29点でネズミの勝ちですね。やったぞ、チュー。負けた、悔しい。しかし5分で終わるので何度も遊べるゲームですね。うむ、古墳を置く順番に戦略性があり、よく考えないと置ける古墳がなくて困ったりしたの。イベントカードも多彩で、もう一度手番を行えるは強かったでちゅね。埴輪と古墳のコンポーネントも素晴らしく、気軽に遊べるゲームが好きな人はブースでも扱っているのでぜひチェックですね。しかし僕が死んだようでちか。どういうことじゃ？あれ、勝った人は大王になれると説明書に書いてありました。そんな、
これは新大王の命令でちゅ。前大王は隠居するでちゅ。ぐぬぬ、やらせはせん、やらせはせんぞ。くらえ、究極亀真剣褒義。寝起きに足するけ。びっくりするほど弱いでちね。とほほ、もう勝手にするがよい。それからというもの、ネズミは誰でも腹いっぱい食べられるようにし、ボードゲームで人々を楽しませることで大層にぎやかな国を作りましたとさ。ほら、人手が余ったので古墳を作ってあげましたよ。ネズミ、お前、お主最高じゃ、古墳最高じゃ。やれやれでちゅ。ご視聴ありがとうございました。これからもボードゲームの紹介ができたらいいなと思っていますので、今後も見届けていただけると幸いです。それではまた次の動画で会いましょう。